秋田臨海鉄道線は、秋田県秋田市にある、秋田港駅から秋田北港駅、及び、向浜駅までを結んでいた秋田臨海鉄道の鉄道路線である。秋田港秋田北港間と秋田港向浜間に路線が分かれており、前車は北線、後車は南線と呼ばれる。2020年6月26日、2015年から休止中の北線、南線について、 大口荷主の相次ぐ撤退により経営が厳しく、新たな荷主を見つけることが困難なことから、2021年3月限りでの事業終了と会社の解散を発表した。事業終了に伴い、両線の設備は撤去される予定。2008年3月15日のダイヤ改正により、貨物列車の設定が消滅した。小坂清連小坂線の小坂駅に隣接する、 小坂精錬、小坂精錬所から秋田北港駅に隣接する秋田精錬飯島精錬所への農流産輸送のため、1日に往復の専用貨物列車が設定されていたが、小坂精錬所の農流産生産終了に伴い2008年3月4日をもって運行を終了した。なお、北線近隣の秋田港国際コンテナターミナルへの C&L 輸送について検討が行われており、2008年2月12日に40フィート海上コンテナを用いた実験輸送が行われた。仙台港と秋田港を結ぶ鉄道輸送ルートを確立する構想で東北地方整備局が取り組んでいる。県路線は岸壁に接していないので、構想以下では路線の延伸も想定されていると報じられた。実際に 秋田港新国際コンテナターミナルのイメージパースには、不当に貨物駅が隣接するイラストも描かれている。向かい浜駅に隣接する日本製紙や北工場を発着する紙製品などのコンテナ輸送がされていた。末期には1日3往復の専用貨物列車と1日1往復の臨時専用貨物列車が設定されていた。2021年3月12日をもって、 運行を終了した。1986年に向井浜で地方博覧会、秋田博覧会が行われた際、臨時旅客列車、アッキー号が秋田駅から会場最寄りの秋田広し前駅まで乗り入れたことがある。車両は、機関車、客車とも国鉄の車両が使われ、ステッカーによる特別塗装を施した50系客車を、 手中形式ディーゼル機関車が牽引する編成を主体に時売り特急用客車も使用して運転された。全駅秋田県秋田市内に所在。専用線を接続していた企業名は当時のもの。専用線はすべて廃止されている。専用線は向浜駅の日本製紙秋田工場が最後まで使用していたたは廃止されている。また、秋田プライウッドと 東洋合板工業の専用線は共同仕様で、秋田広し前駅の付近から分岐していた。ありがとうございます。